どうも、じゅんぺいでございます。ご視聴ありがとうございました。今日の動画は東京事変で透明人間弾いてきましたけれども、いかがだったでしょうか。今回ですね、原曲通りのカバーをする予定だったんですけれども、どうしても間に合わなくてですね、原曲ではなくアコースティックのアレンジとさせてもらいました。で、聞いていただいて分かった通り、まあ、バッキングとメロディーとって分けた形で、弾いてみたんですけれどもね、ちょっと今回はね、そういった事情で、まあ、悔しさと課題が残るリクエストだったかなと、思います。またどこかの機会でですね、これはリベンジしたいなと思っておりますので、またリクエストが落ち着いた頃にとかですね、挑戦してみたいかなと思います。原曲通りのギターでね、挑戦してみたいかなと思いますので、その時ぜひまたよろしくお願いします。今回の、アコースティックのテイクは、それはそれでね、別に悪いものではないとは思うんですけれども、ちょっと個人的に、課題が残る、そんなシャープ50でございました。ね。リクエストカバーもそんなわけで50回をね、迎えたんですけれども、100回まであと50回、折り返し地点まで来ましたので、まだまだ頑張っていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。じゅんぺいでした。さよなら。